まあ、生き残りレースなのか封じてたんで、まあ、走るメンバー残して最後に、まあ、誰でも勝負ができるっていう展開を持っていけるのが一番いいですし、まあ、このレースの感じだと多分アシストとかは関係ないんで上位独占っていうのも足があればできるコースなんで、まあ、そこを狙っていければ乗っていきたい感じですね。まあ、ヨーロッパから帰ってきている子たちやいろんな、日本の実業団でやってる、まあ、プロでやってる人たちもいるので、そこの辺の人たちに負けないようにやっていくしかないと思うので、まあでも結局は自分たちのレースしかないと思うので頑張っていきたいなと思います。でも僕向きで上りが長くて、そうですね、頂上ゴールっていうのもあって、もうすごい自分に向いてます。はい、もう本当勝ちしか狙ってなくて、勝つことだけ考えてます。先ほどもアンドの男子の時にご紹介しましたが、地元の選手として応援の選手、大会プログラムになります。ここはかっこいいな。
こちらのその声援と拍手がこちらのゴール地点に向かってきた。さあ、そしてハイタッチの状況、もう余裕を持って笑顔を見せた。この野菜ぐらいの特段と打ち切られた。さあ、セーフ。よっしゃ。しちゃったんで、またちょタイミングが良かったわ。来年もあんだよ。じゃあ来年リベンジさせてもらいます。よっしゃ。途中に同学年で学生で見返ってくれてる福井とか後輩のとかが上りでいるところでもう一回元気もらって、もう一回 で最後は最後で監督から勝っていいんだぞって言われた時にはもう僕は勝たなあかんのやっていう気持ちで最後まで踏み切れたんで本当に良かったです。ありがとうございます。まあ、僕はもう目立つ走りが信条なんで、そのスタンスは変えずに今まで通りやっていけたらなと思います。僕が一番と今回勝ちましたけど、これは僕が一番強かったから勝ったわけじゃないし、いろんな展開があってのこのコースでもいろんな展開があっての勝利だと思うので、初心忘れずに謙虚な気持ちでしっかりやっていきたいと思います。下からやってくる選手たちはすごい、自分的には立場を危ぶまれる選手であるんですけど、やっぱりジュニアから上がってきた選手がこれだけ強いっていうのは日本全体レベル的にも強化されていることなんで、すごい嬉しい、まあいいことですよね。